3つ上の兄の影響で始めました。始めたのは小学校2年生の夏で、所属チームは光明ユニオンクラブです。自分だけちょっと、遠くから通ったんですけど、キャプテンもやらせていただいて、そのチームの中に馴染むことができて、しっかり、最後県大会4つ出れたってことが思い出です。中郡中学校野球部です。冬のトレーニングがすごくきつくて、そのおかげで、最後中大連で県大会出れたっていうのが思い出です。自分併願だったんですけど、日体入って、志望した理由っていうのを、高いレベルで文武両道したかったっていうのが一番強い思いがあって、そこを実現できる学校だと思ったので志望しました。学校生活の中でのけじめがしっかりしていて、朝から本当にけじめのある学校だなって思ったのと、野球部入って、やっぱりその学校生活と部活のっていうそのメリハリがついてて、とてもいい学校だと思いました。去年の夏に、自分2年生で試合に出させていただいたんですけど、その大応援の中でプレーできたっていうのが初めての経験で、それがすごく印象に残ってます。今年から、キャプテンを任せていただいて、チームの中で考えて動くっていう行動をテーマにしてきて、自分もその周りを見ながらその考えて動くっていうか、先を見て行動するっていうことを本当に意識して今までずっとやってきて、その面では高校入って一番成長したのは、そういう先を見据えた行動っていうのができるようになったと思います。最後、大体大会が決まって、自分たち勝つことを目標にやってきたのは変わらないので、校歌を3回4回と何回も歌えるようにしたいと思います。浜松に、生まれて育ったので、恩返しの意味でも公務員になって浜松に恩返したいです。大好きです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。